もともとなんとなくそんなのがあるよっていうのは聞いてたんですけど、まあ職場がこっちにもあって、まあ大分に行く機会があったらやってみようかなと前から思ってて、まあ実際に来たんで、それと同時にもすぐ始めたような、転勤が決まる前の引き継ぎの段階からもう何箇所か入って始めました。やっぱその体を動かした時、体が疲れた時とか、あとこうまあ仕事が忙しくて、こう体が疲れた時と精神的に疲れた時っていう後にこう温泉に入ってこう解放するっていう感じですね。高崎の湯です。別府温泉のほとんどホテルとか共同湯が多いんですけど、ここは唯一個人のお宅がお風呂を、自分のお風呂を開放しているという珍しいお風呂になっています。初めはやっぱり迷いました。迷って、まあ、看板も途中にありませんし、かなり迷いましたけど、まあ、1回来ればですね、なんとか、まあ、2回、3回来るうちにやっとこう、慣れたというか、もう今ではまっすぐ来れますけど、最初はやっぱりかなり迷って、変なところに入ったんですね。別府も一方通行多いので、ね、なかなか大変でしたけど。ここで、喫茶で、まあ、コーヒーを飲んだり、何かを食べたら温泉に入れるという特典で、いつもこちらで皆さん集まってお話をしながら、で好きな時に温泉に入るという感じですね。品質はすごくこう柔らかくてですね、まあ、結構別府ミョウバンとか強い成分の温泉があるんですけど、そういうところに入った後にこう体をこうなんていうんですかね、リラックスさせるとかですね、そういうこう柔らかな温泉になります。初めはそのやっぱ88棟の中にある温泉の一つだったんですけど、まあ、こちらに来たらですね、もう別府の温泉が好きな、全国に別府の温泉のファンがいるんですけど、皆さんここに集まって、いろんな温泉の話をできると、唯一その温泉仲間がこう集まってお話ができるスペースになってますんで、それからもう88棟のうちの一つではなくなって、ここはやっぱ特別な存在になりました。今はまあ4巡目なんですけど、一応、今から5巡6巡とですね重ねていって、まだやっぱり別府の温泉ってすごくいっぱいあってですね、まだ入ってない温泉がいっぱいあるので、まあ目標とすれば入れる温泉すべてに入りたいな。